19世紀の労働者労働者とは、自己の労働力を提供し、その対価としての賃金や給料によって生活するものを言う。どの範囲のものを労働者として扱うか、大きく分けると、労働者の概念を統一的に扱う国と個々の法令ごとに異ならせる国とがある。日本の法制では、個々の法令ごとに労働者の定義を定める方法をとっている。 個別的労働関係における労働者概念については、労働基準法第9条に定められていて、また多くの個別的労働関係法では、労働基準法と密接な関係を持って制定された経緯や、労働基準法から分離独立した経緯等から、労働基準法の労働者概念を用いている。他方、集団的労働関係法上の労働者概念は、 労働組合法第3条に定めていてる。大別すると、この2法に分けられる。労働基準法第9条職場における、労働条件の最低基準を定めることを目的と、する労働基準法上の労働者は、同法が定める労働条件による保護を受ける、対象を確定するための概念である。労働者であるか否か、すなわち、労働者性の有無は、 使用されるイコール式監督課の労働という、労務提供の形態及び、賃金支払いという、報酬の労務に対する、対象性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるか、どうかということによって判断されることとなる。契約の形や名称に関わらず、実態としての雇用契約が締結されていると、認められるかどうかが基準となる。以下の法令では、 労働者を、労働基準法第9条に規定する労働者と定義し、労働基準法と同一の解釈となる。また、労働者の定義規定を置いていない法令においても、労働契約法第2条では、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われるものと定義される。ほぼ同じ内容であるので、 労働基準法上の労働者の判断基準は、労働契約法の労働者性判断においても、一般的に妥当すると考えられる。勤労者財産形成促進法第2条では、勤労者の定義を、職業の種類を問わず、事業主に雇用されるものとしている。同法施行時の通達において、本法の勤労者は、労働基準法等の労働者と異なる概念ではないが、 本法は、公務員や、生員も、適用対象としているものであるため、勤労者の語を用いたものであること。としていて、労働者性の判断については、労働基準法と同様になる。労働組合法第3条労働組合法上の、労働者は、主体となって、労働組合を結成する、構成員として、使用者との間で、団体行動権の行使を担保とした。 団体交渉法制による保護が保障されるべきものを指す。労働基準法上の労働者との大きな違いは、労働組合法上の労働者には使用されるものという要件が課されていないことにある。従って失業者も含まれるものとされ、また勤務時間の管理を受けず時間的、内容的に自由に業務遂行を行うものも含まれうる。 近年の実務では特に労働基準法では労働者として認められなくても労働組合法では労働者として認められるものの扱いが問題となっている。具体的に労働組合法上の労働者化を判断するには以下の6つの要素を総合的に判断する。業務組織への組入れ労務供給者が相手方の業務の遂行に 不可欠ないし数用な労働力として組織内に確保されているか。契約内容の一方的、定型的決定から契約の締結の対応から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的、定型的に決定しているか。報酬の労務対価性労務供給者の報酬が、労務供給に対する対価またはそれに類するものとしての性格を有するか。 業務の依頼に応ずすべき関係ローム供給者が、相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずすべき関係にあるか。広い意味での指揮監督家のローム提供、一定の時間的場所的高速ローム供給者が、相手方の指揮監督のもとに、ロームの提供を行っていると広い意味で解することが、できるか。 ロームの提供にあたり、日時や場所について一定の拘束を受けているか。顕著な事業者性ローム供給者が、向上的に事故の再確で利得する機会を有し、自らリスクを引き受けて、事業を行うものと見られるか。仮に1、3の一部が満たされない場合であっても、直ちに同法上の労働者性が否定されるものではない。また、 各要素を単独に見た場合にそれ自体で、直ちに労働者性を肯定されるとまでは言えなくとも、4及び5を含む他の要素と合わせて、総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあり得る。さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきである。 最もっとも、6が認められる場合は、総合判断において、労働者性を消極的に返し得る、判断要素として勘案される。労働禁庫法、第2条は、労働者の定義を、労働組合法と同一にしている。その他の法令以下の法令では、いずれも、労働基準法では、基本的には、労働者に含めていない求職者を、 各方の対象に含めている点で異なっている。ありがとうございます。